はい、こんにちは。なんとなんと、アジサイが青からピンクにほとんど変わってしまいました。隅田の花火というアジサイですが、面白いですね。黄色いルドベキアもすごく元気です。今日もお庭を紹介していこうと思います。おべり花葉ができました。スプレニウムもこんな大きくなりました。ピンクと紫色のサフィニアになります。この辺も外に出したらすごい色になってきました。ビカクシダも板につけてどうでしょうか。いいんじゃないでしょうか。はい、こちら外のメダカになります。元気がいいんです。ところにメダカがおります。赤ちゃんも随分大きくなってきたメダカさんもいますね。最近こちらのホテイソウが3日に1度ほど咲いております。ホテイソウが今日も咲きそうです。みんな気持ちよさそうに泳いでくれています。赤ちゃんも水草からも花が咲いています。こちらのメダカが一番元気で一番高級で元気がいいですね。こちら建物の裏側の一番日当たりの悪いところですが、ヒメヒオウギズイセンが咲いてくれてます。驚きだったのがこちらピンク色のアジサイばかりが見えていますが、数日の間にブルーから、このブルーがほとんどだったんですけれど、ほとんどが、ピンクに変わりました。アジサイ面白いですね。見せ場屋も少しで花開きそうです。面白いですね。本当に面白い多肉植物です。ブドウですが順調に育っています。若干虫が出たので、消毒を行いました。今日は若干ブドウスカシバというですね、蛾の幼虫が、確認できましたので、心配なので殺虫剤をまいていこうと思います。でスミチオンで退治したというような話聞きましたので使ってみようと思います。いつもの通りジュンベリーケーキ、アレッシーの氷も可愛いです。いやデイジーやオスペオスペルマム、こちら松葉菊ですね。綺麗に咲いています。エリゲロンも安定して咲いてくれています。こちらサイレンスイーズゴールデン、本当は切った方がいいのかもしれませんが、可愛らしいのでお花を楽しんでいます。ヘリオトロープ、そして
で、ヒューケラのお花になります。フウチソウも鉢にしてみたらこんなに、たくさん大きくなってきました。こちらのバラも来週わっと咲いてくれそうです。でアイスバーグも、次から次へと出るお花を楽しんでいます。ルドベキアですね。いろんなところで、咲いていて気持ちがいいです。今朝は朝からこちらのトマトのですね、支柱を、作り替えました。トマトがバッチリ毎日何個も実をつけてくれているので最高です。バジルペーストも、今年はもう2回作りました。そしてこの辺がアナベルですね。アナベルゾーンになります。あとこちらはちょっとクラシックなアジサイですね。この丸いのがアナベルになります。そしてこちらが紫式部の花になります。この辺、たくさん咲いていて、この後紫色の実をつけます。クテルですがまだまだ咲いてます。こちらアスパラガスなんですが、下の方を、すっきりさせたらアスパラ、出てましたので今日食べようと思います。こちら、ペルシアカリアレッドドラゴン、この辺のバラも咲いてます。ルドベキアやヒメヒオウフズイセン、ジキタリス、ラベンダー、いろんな花が自然な感じで咲いてくれてます。アカンサスはそろそろ終わり、ルリ祭りはまだまだいっぱい咲きそうです。ルドベキアも、ガウラも、反対側のルドベキアも、いい感じです。ブン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 飛んでいるのが、蜂になります。かろうじてまだ咲いております。レモンですね、私の親指よりはもうちょっと大きくなってきました。ブドウ棚にはブドウがいっぱい見えます。去年購入したクレマチスが、咲いてくれています。ラベンダーこちらの方に移植しました。ついにビオラを、処分しました。ヒナセアはどんどんお花がついて綺麗です。終わったと思いましたが、カンジェラまた花をつけてくれました。クレマチスまだまだ花芽があるので、楽しみです。この辺のエキナセア、ガイラルディア、植えた、ラムズイヤーもようやくつきました。いろんなところからエキナセアが出ています。本日は、以上になります。レモンティーツリーも花が咲き始めましたよ。